どうもです。今回なんですけども、こちらの D カードゴールで非常にお得な入会キャンペーンをやってますので、その紹介をねさせていただきたいと思っております。まあ、こちらの D カードゴールなんですけど、年会費まずね1万円かかります。まあ、それでこちらの D カードね見ていただければ分かるんですけども、まあドコモのキャラクターが書かれてますよね。まあ、なのでこれドコモ関係のクレジットカードとなるんですけども、まあドコモ持ってない人でも発行できるクレジットカードでございまして、実は私もねドコモ持ってないんですけども、このクレジットカードっていうのは実は持っております。まあ、それで今回じゃあどういったキャンペーンやってるのかって言いますと、まずD カード公式の方で最大1万3000円ね、カードをこのゴールドカードを発行すればプレゼントということで、まあ、最大なんで必ずもらえるってわけではないんですけども、とりあえずね入会したら2000円分の ID キャッシュバックがもらえて、さらに 2万円以上を翌月までに使えば8000円のね ID キャッシュバックがもらえる。もうこれだけで1万円のキャッシュバックがもらえるっていうわけなんですね。だから実質的には年会費はほぼ無料といっては過言ではないですね。この条件を達成できるのであれば、そこまで難しくはないんで達成はねできるとは思うんですけどもね。そういったね、実質無料、さらにね今回それだけじゃございません。今回ポイントサイトのすぐたまっていうね、以前ね年末にネスレの皆さんやりましたか、あちらね紹介したんですけども、そちらでもお世話になったすぐたまでキャンペーンねやっておりまして、すぐたま経由でこの D カードを申し込むと、3万円分のねポイントがもらえるというキャンペーンを2019年1月末までやる予定でございます。そのポイントサイトを経由して、それでドコモの先ほどのね、こちらの D カードゴールドを発行すると、だからすぐたまからは3万円分のポイント、すぐたまの2ポイント1円のレートになりますので、1万5000分のポイントがもらえて、さらにドコモのD カードの公式でも1万3000円分のキャッシュバックが受けれるということになりますので、合計2万8000円分ね最大でね受け取れるということでございます。先ほども言いましたけども、こちらはね年会費1万円税別になりますので、少なくともそれゲットできれば2年分ぐらいはね無料で使えるというねいい条件となっております。すぐたまっていうのはね単純にこう現金でこうキャッシュバックできるだけじゃなくて、前回もちょっとネスレの時もお伝えしたんですけども、プリンスポイントっていうのにね、変えることができるんですよね。だからプリンスポイントっていうのは、日本のプリンスホテルあるじゃないですか、品川とかにね、シナプリとかそういった言われるところですよ。結構でも日本全国に意外とプリンスホテルってあるんですよね、知らなかったんですけども。プリンスポイントにも交換することができまして、今回の3万マイルについては、1万2000プリンスポイントに交換することができます。それでじゃあ1万2000プリンスポイントに何ができるのかと言いますと、品川プリンス、先ほど言ったね、1泊5000ポイントで泊まることができるので、このカード発行すれば200分、品川プリンスに泊まる権利もねもらえるみたいなね内容となっております。個人的にはこう現金に換えるよりもこっちのホテル宿泊に使った方がいいんじゃないかなっていうふうにはね、品川プリンスって結構いいお値段しますからね、そういったねすぐたまのポイントなんですけども、今回はねそういったね、非常にお得なキャンペーンをねやっているので、ちょっとその紹介でございました。これについては1月以降に関しては、レートっていうのは変わる可能性あるので、ぜひともね申し込む前にポイントサイトと、あとね、D カードのキャンペーンのね、内容をよく読んでから申し込んでいただきたいんですけども、一応1月末まではそういった風なね、キャンペーンを実施されるというふうに記載されております。それでこちらの、じゃあね、せっかくなんでキャンペーンの内容だけじゃなくて、D カードを持つメリットみたいなところもね、一応ちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、一応還元率は 1% でございます。なので悪くもなく良くもなくっていう風な感じですかね。還元されるポイントに関しては、もちろん、D ポイントでございます。皆さん D ポイントって貯めてますかね。最近はね結構ね D ポイントっていうのもドコモ以外にもたくさん使えるようになっておりまして、例えばドコモの回線持ってなくてもデリバリーができたりとか、あとはショッピングができたりとか、そのショッピングもね結構私ツイッターとかでも紹介してるんですけども、こうある日はこう 10%、20% 還元とかね、結構ね、やっておりまして、そこの中に上申とか入ってるんですよね。だからそれ使えばめちゃめちゃね、ここ価格ドットコムよりも安い値段でね、物が買えたりとかするんで、私たまにね、Dショッピングについては利用したりしてるんですけども、そういったものから、あと街で、こうね、例えばマクドナルドとかそういったところでもね、実は D ポイントとか貯めたり使ったりすることもできるので、もう最近は本当に T ポイントみたいな感じになってきてるんですよね。だからね、貯めて損はないね、ポイントとなっておりますけども、それが基本的には 1% 貯まるようなものとなっております。それで結構ね、このカード
まあ、保証もね充実しておりまして、他のまあゴールドカードに比べるとこう海外旅行保険の条件が良くなったりとかしておりまして、あとねこう航空遅延も入ってるんですよね。だから普段こうね私の動画見てくださってる多くの方はねこう飛行機乗られてる方も多いと思うんですけども、まあ、飛行機がの、ね、こう遅れたりとか、あとはこう欠航になった場合とかね、そういった場合でもこう、ね、食事代2万円まで出たりとか、そういったねあの保険もあのついております。この保険については、ついて基本的にはついてないカードがほとんどなんで、ついてる方がまあ珍しいんで、まあ、ぜひともね持ってなかった人はこれを機会にね持つのもいいんじゃないかなっていうふうには思っております。まあ、それでこちらね、あの家族カードもね1枚までならあの無料であの発行することができまして、だから夫婦ならね、まあ、この年会費1万円だけでこの2枚のカードを持つことができて、まあ、3枚目以降に関してもあのまあ3枚以上発行する場合でもあの1人1000円というね、まあ、そこまで高くないカードあのでございますので、まあ、家族でねあの持って使い倒すのも悪くはないカードなのかなというふうには思っております。それでねちょっと気をつけていただきたいのが、以前こちらの D カードゴールド私ねあの紹介したことあるんですよ。それでまあそれ何かと言いますと、こちらでねあの桜ラウンジにねこう9時でねほぼ入ることができるよみたいなねあの感じで、あの JGC とか持ってなくてももうちゃんとねこうくじを引いてねほぼその9時っていうのは当たってたんですよ、この D カードゴールド持ったらね。それがねちょっとねこのカード持ってるだけではあの9時にあの抽選に申し込める権利っていうのがねなくなっちゃって、それはね今ね現状としては使えませんので、その点だけはちょっとねご注意ください。うん、ですけどもまあまあ先ほど言った通り、まあ、還元率とかあとねまあカードの保証とか考えると決してねあの悪くない条件となっておりますので、しかも先ほど言った通り入会キャンペーンで、ね、D カード公式でも1万3000円分のキャッシュバック、それで、ね、ポイントサイトでも、まあ、1万5000円分のねあのキャッシュバックということで、そういったねだから2万8000円分最大ねのキャッシュバックが今のタイミングであればもらうことができますので、ぜひともねあの持ってなかった人はこれを機会にねあの申し込んでみてはどうでしょうかというね今回ちょっと動画でございました。ちなみにまあ今回のあの紹介なんですけども、一応概要欄にあのすぐたまの URL 貼っとくんですけども、これに関しては私のリンクから入ると私にもポイントが入ります。あのポイントが付与されてほしくない人で申し込みたい人とかいるのであれば、公式ページからもねすぐたまあの Google で検索すれば出てきますので、そちらから申し込みをすることも可能でございます。まあ、もしねあのポイントもらえればね、あの私に関してはそれはねあの動画作成のね、まあ、費用にあのそれこそプリンスホテルとかにもね泊まることができますので、まあ、そういったところにねあの使っていこうかなみたいな感じで思ってますので、ぜひともねあのよろしくお願いします。まあ、この動画面白かった役に立ったという人はぜひとも高評価チャンネル登録をお願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローとチェックしていただけ非常に嬉しいです。これに関してはあのブログの記事にも書く予定でございますので、ぜひともねあのよく分かんなかったみたいな人は改めてねブログで読んでいただければもっとね理解できるかもしれないです。というわけで定期的にねこういったクレジットカードのキャンペーンの情報っていうのもね今後やっていこうと思ってますので、ぜひともね皆さんあの聞いていただければなっていうふうに考えております。まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。